どうも、ワンナップゴルフ平井博明です。今回はですね、芯に当たるようになるにはどうしたらいいかっていうのをやっていきますが、芯に当てに行って打ってないですかね。それ逆ですね。勝手に芯に当たるものなので、芯には当てに行かないでください。どうすれば芯に当たるかっていうことですが、もうこれは単純なことで、クラブがボールのところに戻ってくれば単純に芯に当たるんですが、その単純な作業が意外とできてない場合が多いんです。なのでもちろん芯には当たらなくなって曲がったりとかですね、いろんなミスショットが出る原因になっていると思います。今日はですね、その芯に当たる方法を一つ一つ解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まず、芯に当たらない原因の一つとしては、ハンドファーストに打とうとしすぎている場合に芯に当たりづらくなります。動かないでボールの芯とフェースの芯、クラブの芯ですね、を合わせてくださいって言った時に、どうやって合わせます？ほとんどの方がこうやって合わせると思うんですよ。わざわざクラブの芯とボールの芯を合わせてくださいって言った時に、こういうふうには合わせないと思うんですね。普通にポンと置いた位置、要はこの位置にクラブが打ってる最中に戻ってきてるかどうかがポイントなんですね。で、ハンドファーストを強く意識されてる方っていうのは、こういうふうに打ちますので、グリップよりもヘッドが後ろにありますね。なのでここで当てたい、グリップのところでボールを打ちたいんですけども、ここよりもまだヘッドが後ろにありますので、体が回転してクラブがボールに間に合うように動いてあげないと、ハンドファーストでは結果的には芯に当たりづらいという動きになります。なのでアドレスを取った時に軽く腰をねじって、少しクラブを前に倒した位置、これがインパクトの理想の位置なので、この位置にクラブが実際打つときに戻ってくると芯に当たりやすくなります。ただイメージとしては、あのヘッドを走らせるのと一緒で、アドレスの地点で構えて、そこからクラブを上げて下ろすときにヘッドがバチンと前に出る、ヘッドリードですよね。この打ち方で打ってあげた方がもう芯には当たりやすいです。その中でも、やりすぎてしまってこうやってなったりとかしてしまうと、もちろんあの芯には当たらなくなりますが、ちゃんとしたアドレスの形、この形からなるべく最初は体重移動しないでですね、クラブの動きを意識してあげて、上げてクラブがリードしてあげて打ってあげる、グリップリードで打つことが一番よくありませんので、必ずクラブが一番動いて先行して打ってあげると、勝手に芯に当たってくる動きになりますので、無理に芯に当てに行かないようにしていただきたいと思います。インパクトの時に右手の手首が後ろに折れすぎないのが注意ポイントですね。こうやってなっちゃうと、どうしてもクラブがインパクトに間に合いませんので、芯には当たりづらくなります。なのでちゃんとインパクトの時に右手の線と手首がこう一直線になるイメージですね。こういうふうになるべく、こういうふうにならない方がいいです。一直線になってそのまんま左を向いてあげると、綺麗なフォロースルーも同時に出来上がるということになりますので、ぜひぜひ試していただければと思います。練習方法なんですが、芯に当てに行っていただきたくないので、最初アイアンでティーアップをして練習していただいた方がいいです。ドライバーよりちょっと低いぐらいですね。で、ボールを真ん中に置いていただいて、ボールを打ってあげる、飛ばしたりとかですね、なんかいろいろ高い球低い球とかそういうの考えないでいいです。あの出る球を打つというイメージです。もう球筋を意識しないで真ん中に置いていただいて、ヘッドを動かしてボールを触ってあげるイメージ、こう打とうとかですね、飛ばそうとかっていう意識はない方がいいです。とにかくクラブが真ん中にまっすぐ戻ってきて、ボールに触ってあげて左に
回転してあげるというような意識を持っていただくと芯に当たってくる回数が増えてきますので、その打った打感もですね覚えていただいた方がいいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。どうしてもハンドファーストで打ちたいっていう人が多いから、それをねやめさせるわけじゃないんだけど、その本当にボールは そこまで飛びませんよと、メリットが見当たらないのというのをどうしても言いたくて、俺が考えたのはこの画用紙で、俺がずっと言ってるのはこうやって打ってくれって言ってるじゃない。だから紙を使ったら分かりやすいなと思って、要は紙をこうやって使ってこうやって打ったらちゃんとボールって飛んでくるのよ。こうやって打ったらちゃんと飛んでくるじゃない。でもハンドファーストってこういう向きじゃない、こういう向きだからボールって飛ばないのよね。だからそのボールへの力の伝達っていうのが弱くなる場合が多いんですよっていうのがもっと分かってもらいたいの。なんで一番分かりやすいのは何かなって言ったら、多分パワーがすごい少ない紙で最大限の、だこれが一番俺ね思う効率だと思う、効率がいい、うん、だちゃんとこうやって効率よく紙をこうやって押してあげればちゃんとボールは前に行くけど、やっぱりこうやってタラーンって撫でちゃうとボールがなかなか飛んでいかないんじゃないかなっていうのをもうちょっと分かってもらいたい。